みなさん、こんにちは。大家好。今日勉強する内容は、日について勉強しましょう。はい。日的读法。日の読み方。で、どう読んだらいいでしょうか。数字加日或者号。すなわち、数字プラス日あるいは号。じゃあ、下の内容を見てみましょう。日本語で1日と言いますね。中国語で一日あるいは一号と言います。はい。で、2日ですね。で、二日あるいは二号。で、次は3日ですね。三日あるいは三号。で、次、四日、四号。はい。五日、五号。はい。六日、六号。はい。ジャンプしてね。で、十日、十号。十一日、十一号。はい。ジャンプしてね。二十日、二十号。二十五日、二十五号。三十日、三十号。三十一日、三十一号。はい。大体これですね。じゃあ、ここで一つ質問がありますね。で、日と号は、ね、どんな違いがありますか？はい、すごく簡単ですよ。で、日は、書き言葉です。すなわち、手紙を書くときに使います。で、号は話し言葉です。で、相手とおしゃべりするときに、号って使います。はい、じゃあ、で、前回、月を勉強しましたね。はい。で、月と一緒に読むとどう読みますか？はい。見てみましょう。1月1日ですね。はい。中国語で、一月一日、あるいは一月一号。で、二月十七号。2月17日。はい。で、八月二十九日。はい。あるいは八月二十九号。全部 OK です。で、はい。日の読み方。読み方は終わりました。じゃあ質問型について勉強しましょう。はい、提问日、提问日。はい、どう質問したらいいですか？日本語で今日は何日ですか？はい、で、中国語で今天几号で質問したらもう OK です。はい、今天几号でこれを見てください。日ですね。はい、でもし今天几日と質問したらいいですか？はい、実は中国語でそういう質問する方はないです。で、今天几日しません。で、それから答えは今天三十号。今日は30日です。はい、で、日で使ったらいいですか？今天三十日。言わないです。はい、で、これは正しいです。はい、これを見てください。今天几月几号？今日は何月何日ですか？はい。で、この日は使えますか？今天几月几日？はい、正しいです。はい。で、答えは今天五月三十日。今日は5月30日です。はい。で、日は使えますか？はい。今天五月三十日 OK です。正しいです。はい。これも正しい。これも正しいです。はい。じゃあ、日に、質問方は終わりました。じゃあ、で、日と号、号の区別について勉強しましょう。まずは、日、書面的なものですね。書き言葉。で、号は話し言葉。日は単独に使いません。で、すなわち、今天三十日。違う、罰ですね。で、それから、単独に質問してはいけません。で、今天几日いけないです。で、号は全部 OK です。単独に使ってもいいし、で、質問に使われてもいいです。はい。で、今日の内容終わりました。わかりましたか？はい。今天の内容、明白了吗？